皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ゲイコちゃんです。だーということで、昨日のね、社員が、心臓手術になりましたっていう動画なんですけども、まあ、本人からコメントを届きまして、本当にありがとうございますということなんで、まあ人も結構、まあ、いい感じの再生をしていただけてるので、入院費ぐらいだったらペイできるのかなっていうぐらいにはなってきます。本当にありがとうございます。本日の動画は確定ガチャを引いていこうのコーナー。いつものやつ。俺さ、あれもらってたのよ、あのほら、これ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 だよ、初獲得、星6確定ガチャ、これ持ってたんで、これをちょっとねパッと引いていこうと思います。よっこいしょ、ありがとう、モンパス玉ありがとう。一応継続はしてますからね、ずっとね、スプラトゥーン玉みたいな感じですけども。じゃあ引いちゃおうかな。はい、いいの出ろよ。あれ持ってなかったっけこれ、ひまわりだよね。ちょっと待って、ひまわり、あ、持ってんじゃん、バカ野郎、お前ふざけんなよ。持ってんじゃねえかよ、思いっきり持ってんじゃねえかよ。バゼリスクタイムだよ、そんなのふざけんな。ちっ、騙されたぜ。もう一つ実はあって、なんとですよ、なんとなんとなんと、受け取りボックス、ガチャギフト届きました、ありがとう。はい、下のものからいただきました。もらったガチャを引く、え、火と木属性の限定キャラ含む10連ガチャなんだ、これ知らなかった。9月のガチャギフト、ここモザイクね、全部モザイクだからね。プレゼント送るよ、シモピー、明日引いてくれ。さあ、じゃあもらったガチャを引いていこうか。だってラプラス当たるんでしょ、ラプラスが当たる確定ガチャってやばくね、このタイミングで。クソしょぼくなるけどね、こっちの画面に来ると急に。うん、めちゃくちゃどれもいらないもん俺、ぶっちゃけこの中だったら。上のさっきの画面の方が全然さ、こっちの方が魅力的じゃん、めちゃめちゃ。うん、なんでこうなっちゃうの、これ作り直した方がいいと思いますよ、ミクシーさん、これ。うん、はっきり言って。さあ、ということで聞いてみましょうか。ラプラスも出るんだもんな。星5、6、12%、ありがとう。うん、オッケー、神か神か重神かで出るから。はい、じゃあいくよ。これラプラスなんか出ようものならもう大発狂、スマッシュブラザーズでしょ皆さん。いきますよ、あ、熱いよ、今月のガチャギフト、よろしく。これであんまり美味しい思いしたことねえんだよな、ぶっちゃけ。ぶっちゃけあんまり美味しい思いをした覚えがない。だよな、なんか確定室とかないもんね。ラプラスとかね、あ、まあ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 、フィリップ、あ、反応に困るやつが出たな。フィリップじゃなくてエリック兼光と、うん、スクルドの使わない方、でもなんかちょっと強そうだけどね。うん、まあいいや。はい、そんなわけでなんかちょっと中途半端な結果になりました。どんぶりさんなんですけど、一応ね、退院のめどはもう実はお医者さんから言われてて、だいたい早ければ3週間後とかそういう形らしいので、まあ、すぐに復帰というわけにはいかないけども、うん、体調万全にしてから復帰するという形になりますので、皆さん戻ってきた時はあったかく、噛んだ、あったかく、迎えてくださるとこれ幸いでございます。よろしくお願いします。ということで、つまらない確定ガチャ2連発でした。バイバイ。